はいどうも皆様こんにちは、グリードです。今回はラッシュゲーミングのルークくんに来ていただいて、ちょっとルークくんが、腱鞘炎のためゲームがしばらくできないので、今回はねせっかくなので、質問コーナーをやろうと思います。で、僕の動画でルークくんへの、質問を、答えて、ルークくん側の、動画では僕への質問コーナーをやってるので、まあ僕の質問が見たい方は、僕への質問が見たい方はルークくんの動画へぜひよろしくお願いします。僕がねツイッターでルークくんの質問ですねを募集しました。というわけでね、サクサクっと読んでいきたいと思います。じゃあまず最初の質問ですね。おっぱいとお尻どっちが好きですか？いきなりぶっ込みますね。いやそれはサクッと二言、はい、サクッと、あ、両方っていう、両方っていう、あの選択肢もあるね、両方っていう。これはおっぱいですね。あ、なるほど。ちなみに僕もおっぱいです。洗礼を受けてもらいます感度はいくつですか？感度は0.75で、スナイパー感度が 1.0 倍です。最近あれ最近変えたんだよね、66から。そうですね、最近66の1から77の 0.75 に感度変えました。これは何か理由があったっけ、感度上げたのは？これももう好きな選手であるイリー選手のイリーの説明はちょっとこの字幕で多分入れてると思うんで。よろしくお願いします。メンバーで誰と付き合っていますか？付き合っていない場合誰となら付き合えますか？メンバーを女子と置いた場合ですね。あ、そうです、確かにメンバーを女子と、メンバーと女子と置いた場合ならベブラですかね。あ、ベブラ、まさかのグッピーとかじゃない。ああ、ソリマブも、ああ、確かに。あ、でもベブ、なぜベブラか気になるな。なんかどっちかっていうと年下系の感じが良くて、うん、さらにまあ陽気じゃないですかベブラって、うん、割とだからまあベブラかなみたいな。なるほど、意外と年下タイプでしたね。じゃあちょっとベターなやついきましょうか。ラッシュゲーミングに入って良かったなと思うところは何ですか？まあ今うららさんとかくるたみさんがやっぱかなり支援してくれて、すごいいい環境でできてるなっていう COD をはすごいラッシュに入ってめちゃくちゃ良かったことだなって思います。なるほど、普通にいいコメントだったね。日本のプロチームが世界と対等に戦えるまであとどれぐらいかかりそうですか？2から3年じゃないですかね。うーん、まあ確かにね、日本ってその COD スポーツって6年7年ぐらい遅れてるから、海外と比べて、うん、そもそものスタートがね。そうですね、かなり遅れてるんで、まあ、対等ってなるとやっぱそんぐらいかかるんじゃないですかね。2、3年後、うららさんとポム選ぶとしたらどちらですか？いや、それはポムですね。100ゼロでポム。100-0。100-0でポム。まさかのゼロ。まあベターだけど、FPS を始めたきっかけは何ですか？まあルーク今までこういうの多分喋ってないからね。一応ベターだけど。始めたきっかけは友達の誘いですね。友達からこういうゲームあるからやろうって言われて。なんとなく始めたのがたまたま COD って感じでしたね。それが何年前だ？ IW 発売ちょい前なんで、まだ 3,、まあ、3年前はいかないぐらいですか。2年半ちょい前ぐらい。2年半ちょい前ですかね。マジで？すごいな、すごいな、なんか俺と全然違うな、その辺は。結構長いですもんね、ラッシュゲーミングでは結構長いかも。最新も含め、うん、レッドもそうだし、もう10年ぐらいやってる、ね、FPS10 年ぐらいやってるメンバーが多いかな。試合前のルーティーンとかありますか？ちなみに僕はね、選手の時のルーティーンは準備運動する。おー、結構脳みそを回すためにこうちょっと体を温めてたかな。あー、でもトイレに行きますね。絶対ルーティーンとして、なんか毎回絶対試合の前はトイレに行ってから自席に座りますね。
それルーティンに入るなんかそれ事前の事前のトイレお互いの第一印象はどんな感じでしたか。本当になんかもう動画のままだなっていう感じがありましたね。なんか動画で見せたグリドさんだっていう感じでしたね。本当第一印象動画だとね僕基本喋るんだよ、その喋るようにしてるんだけど実際ねあんまおしゃべりじゃないから、はい、ああそうですね。なんか喋らない、そのあれですね、なんか顔とか的になんかあもう動画もリアルも変わらないなっていうその顔とかで言ったらそのまんまだなっていう感じで、確かにそのなんか性格的に言うと確かに結構リアルだと意外とおとなしいですね、うん、グリドさんに喋るのはめんどくさいそうですね。だから結構もう今のルークはだいぶもうまあチームの柱的な部分にいるプレイヤーになったけど、最初はね、うん、まあやっぱりちょっとねチャラかったから、チャラいイメージだったからチームメンバーの少し気になるところ、なんか気になるところとか、まあ例えばぶっちゃけこのチームメンバーのここがちょっと不満とか、まあ不満じゃなくても、なんだこいつ何してんだろうみたいな、なんかちょっと気になるところあれば。ハンティは優しすぎる、ちょっとやっぱ優しすぎるなって。いやあいつはね、確かに、ね、言うとこ言わなきゃとかもやっぱ優しい。うん、ぶっちゃけこう練習とかって正直優しさ捨てて、なんかこうアドバイスとか注意とかしないとうまくなっていかないから、うんうん、そうだね、ハンティはいいやつすぎるね、ちょっと。うん、そうっすね。でゴローはやっぱ考えが固いところが多いかなって感じですね。そう思ったってことをあんまり、うん、曲がらない、曲げいいとこでもあり悪いとこでもあるみたいな。まあ確かに曲げないかもね、結構言われても、うん、いやそれはって。ああそうですね。でまあベブラも似てて、ベブラも言い訳癖がちょっとあるっていうのがちょっとありますねうららさんのモノマネしてください。うららさんのモノマネしてください。もうベブちゃんワイを褒めとくか。グリードさんのすごいところはどこですか。しっかりとなんかズバズバ悪いことは悪いとか言えるのがやっぱすごいなって思いましたね。なんか前の準優勝した時の動画とかも、こういう人がいるからこういうのは絶対おかしいだろうとかいう感じでちゃんと言うところはやっぱり動画見ててかっけえなって思いましたね、あれは。あれはちょっとかっこよかったっすね最初に出場した大会の時は、緊張しましたか、または緊張のほぐし方は。めっちゃくちゃ緊張しましたね。やばかったよね、あれは。やばかったっすね、ちょっと。もうほぐせなかったっすね、自分でも緊張を。グリードさんとかが緊張しなくていいよ、緊張しなくていいよって言っても、もう震えが止まんないですね俺もう自身は。もう第5回もう観客第5回だったんで、めっちゃ観客いるじゃないですか。もう観客めっちゃいる中でもうこんな震えながらこうやってコントローラー持ってましたね、ずっと。そうね、一発目がね、ワールドオーツのプロ対抗戦の第5回のオフラインだったからね、うん、緊張しないようにしなきゃもう雑念に入るから、はいはいはい、なるべくこう雑念を消すためにはこう頭の中プレーのことだけでいっぱいにしないといけないから、うんうん、もう本当にそれ以外一切考えない。どのくらい大きいですか。これは何でしょうね、あの身長の方ですかね。身長ですかね。身長どっちの方ですかね、これは身長と仮定しますかね。身長と仮定して今どれくらいだっけ。いや身長でかいんだよね。176ですかね、6ちょいとか。176センチ、でけえ僕から質問をします。おお、いいですね。まあそのやっぱ入った時に比べて確実にまあうまくなっていったじゃんで、その どうだった、その自分がこう覚醒したっていう瞬間あったああでも覚醒したなってものはやっぱり いつぐらい、ラスベガスの終わった後ぐらいですかね、ちょうど。確かに。だからラスベガス、ね、そうですね、うん、前ぐらいはまあなんとなく、うん、なんとなく勝ちたいなぐらいな感じだったんですけど、やっぱり世界を経験して
やこれ本気で勝ちたいなっていう風になってからがやっぱすごい伸びしろでしたね。むしろそれを狙ってたんだよね、はいはい、やっぱりこう海外の試合経験した後ってやっぱりねだいぶ変わるんだよね。そこで結構分かれる、はいはいはい、そっから海外の壁を知ってからそれでもまだ勝ちに行きたいって思うかどうかっていうの人結構分かれるんだよね。で、まあ、ルークはどうなるのかなって思って見てたんだよね、はいはい、それを。まあ、でもルークはやっぱそこで覚醒したよね。やっぱそうっす、だいぶそこだと思いますね、分かれ目が。僕がその去年のアナハイム6月とかで経験した時、まあアホみたいにボコられたんでね、交流戦とかね、はいはいはい、凄まじいぐらいボコられたけど楽しかったから、はいはい、さらにモチベ僕は上がったかな、はいはいはい、だからルークが同じようになるかなっていうのを期待してたんだよねそこで、はい、去年やばかったよ最初だって全く知らないですもんね。本当にワラツのベッドが誘ってきてもグリドさんは俺のこと誰みたいな感じですもんね最初は。本当にまるでルークが氷戦助っ人できてなんかこいついける気がいけるような気がするなと感じたからまあ思い切ってね誘ってみたけど、うん、いや面白いね。なんかいやまさかだよね。まさかいや自分でもまさかっすからね。こんな感じになると何があるか分かんないよ。ほんとそうっすね。はいはまあ、今までねあんま僕の動画で語らなかったルーくんがまあねどんな感じなのかってのを、まあ、多少なり知れたと思います。で、まあ、ぜひねルーくん側の、質問動画もぜひチェックしてみてください。僕への質問コーナーがルークスくんの動画でやってま す, す、ねこの動画良かったらぜひグッドボタンチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますというわけで皆さんバイバイ。You'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, or when it's gone, took you to